佐渡島各港から新潟、直江津港まで 70km もあり、手漕ぎでこの海を渡ることが果たしてできたのでしょうか。この小さな桶で手も疲れるのに、海流も波も洗いましては人食いサメまでいる海域を、好きというだけで危険を冒してでも渡ろうとするでしょうか。人間ではなく人魚だったのではないでしょうか。柏崎明智寺には人魚のミイラも保管されています。人魚の肉を食べて600年生きたという八尾菊にも、人魚伝説が佐渡島に伝わっています。昔、刃物網に人魚がかかった体勢の人が見物に来たそうだ。この人魚をどうするか皆で勝手なことを言い合っていました。夜に、おたやという娘が檻から人魚を逃がしてあげました。人魚は命を助けたお礼にと手のひらに涙を流しました。結婚し旦那も子供もいたが、自分だけ年を取らず周りは亡くなっていき、尼になったという。佐渡に戻ってきた菊には長生きで誰も知る人もなく辛くなって人魚の言葉を思い出し海へと飛び込んだのでした。海底では人魚とその両親が出迎えてくれました。いつぞやは、娘を助けてくれてありがとう、ここで一緒に暮らしませんか、と、しかし、菊にはやることがあるからと、断りました。人魚の娘に海面まで届けてもらったのでした。また浦島太郎が、竜宮城の恋と浮気をし、出てきた子供が人魚だったというお話もあるそうでして、丹後の国風土記には、浦島太郎はイケメンだったことが記されています。それなら、竜宮城の女性は皆、惚れるでしょうから。竜宮の入り口があるとされる、弁天岩での水難事故も男性ばかり、もし人魚たちがしたとしたら、海の神はご存知、男性の神ですから、しないでしょうから、なら。乙姫様に、命令されて、男性ばかり海底へ、引きずり込まれ、その男性を人魚が竜宮城へ連れて行き、乙姫様に面会させたが、浦島太郎はイケメンだったので、その男性が気に入らず、
竜宮城のことがバレてはいけないと口封じに事故と見せかけて殺害されたのではないのでしょうか。こうして見ると本当に人魚はいたのではないでしょうか。柏崎のお香も宇野浜に来ていた女性も二人の女性は人間ではなくやはり人魚だったのではないのでしょうか。そう思いながら見学してみるのも楽しいのではないでしょうか。